シェア畑四季菜園アドバイザーの下道です。今日はキュウリなどに行くウリハムシの対策について紹介したいと思います。ウリハムシはキュウリ、ナス、それからスイカ、メロンよくつきます。ウリハムシの被害としては葉っぱに穴を開けて光合成もしくは成長不良を起こしますので、ぜひ対策を練っていただきたいと思います。一つ目の対策は苗を植えた後にあんどんをこういうふうに作ることです。ウリハムシの習性としまして水平には移動できるんですけども垂直に下に降りることがあまり得意じゃないようですのでアンドンをすることによってこの中にウリハムシが降りていけないようにアンドンを作っていただきたいと思います。2つ目の対策としましてウリハムシは朝と夕方この2回ですね、動作が非常に鈍い時間帯がありますので朝来ましてウリハムシがいましたらこういうバケツに水を張っていただきまして普通だったらふっと逃げていくんですけども動作が鈍い関係上右手でですねこの水の中にパッと投げ込んでください。そうすると水の中で溺れて死滅しますというやり方で非常に原始的なやり方なんですけども非常に現物を捕まえてここに入れるということで確率が非常に高いのでですねこの方法が一番いいかと思います。今手でこう入れると言いましたけども動作が鈍いんで子どもたちがよく虫取りの網を持ってますね。そういう網を利用して捕獲する方法もあります。やってみてください。今日はウリハムシの対策について紹介しました。ウリハムシは直接捕獲して対策することが有機栽培ではおすすめです。ぜひやってみてください。シェア畑四季菜園アドバイザーの下道でした。よかったらチャンネル登録といいねボタン押してください。それではまたね。